ロイマ・ーカス・コーンはアメリカ合衆国の検察官、後弁護士。マッカーシズムの時代に赤狩りの急先方に立った。民主党員でありながら共和党出身の大統領の大半を支持し、名前ばかりの民主党員と呼ばれた。ユダヤ系アメリカ人判事のアルバート・コーンとドーラマ・ーカス・コーンの息子としてニューヨーク島マンハッタンに生まれた。19歳で、 コロンビア大学で学士号を取得20歳でコロンビア大学ロースクールで LLB ホーム博士に総統を取得した。大学卒業後にマンハッタンの連邦地方検事局に勤務する。第二次世界大戦後の冷戦初期のこの時期に検事として共産党関係の重要な事件を多く扱い熱烈な反共主義者として有名になった。 商務省に勤務していた共産党員、ウィリアム・レミントンが党籍に絡んで起こした偽証事件や悪名高いスミス法に基づく共産党幹部11人の先導罪での告訴、アルジャーヒス事件などを担当した。逮捕されたローゼンバーグ夫妻中でも有名なのはソ連によるスパイ事件として有名な1951年のローゼンバーグ事件での働きである。 被告人の弟のデイビッド・グリーングラスを反対尋問することで重要な証言を引き出し、ローゼンバーグ夫妻がソ連へのスパイ行為を行ったことを証明し、ローゼンバーグ夫妻はその後死刑となった。なおグリーングラスの反対尋問は後年偽証だったことが判明したが、いずれにしてもローゼンバーグ夫妻を擁護する民主党員やサハマスコミの攻撃にも負けず、 ローゼンバーグ夫妻の卑劣なスパイ行為を証明し、国益に貢献したたことで、コーンはこの時の働きを大きな誇りとしていた。コーンの自伝によると、検事という立場でしかないのにもかかわらず、影響力を行使して、コーン家の古い友人であるアービング・カウフマンを、ローゼンバーグ事件の担当判事に任命させた。カウフマンが、死刑判決を出したのも、コーンの助言に従ってのことだったという。 マッカーシーとコーン・ローゼンバーグ事件での働きに注目した FBI 長官、ジョン・エイドガー・フーバーは当時24歳のコーンを後に上院政府活動委員会常設調査、小委員会の委員長となるジョセフ・マッカーシーに推薦した。コーンは検事としての経験がほとんどないにもかかわらず、より経験が豊富であるが、それがゆえにマッカーシーがコントロールしにくいと見られていた。 ロバート・ケネディなどの候補を下して、直ちにマッカーシーの主任顧問となった。やがてコーンは、マッカーシーにとって、都合のいいパートナーとなっただけでなく、赤狩りにおいて、マッカーシーに次ぐ権力者となり、マッカーシーによって、共産主義審判と名指しされたものの球団者だった。ユダヤ系であるコーンの存在は、マッカーシズムの反ユダヤ主義的側面を隠すために、 好都合だったという説もある。その後、マッカーシーとコーンは、上院政府活動委員会常設調査、小委員会におけるその違法な球団を追求され、失脚し、マッカーシーの主任顧問と大売信の座から離れることとなった。ロジャーストーン1954年のマッカーシー失脚後に弁護士に転身し、1960年代から1980年代にかけて、 リチャード・ニクソンやロナルド・レーガンといった共和党保守派で反共産主義者としても有名であった大統領と信仰を結び非公式の顧問ともなった。さらに、ニクソンと深い中にあり共和党系の政治コンサルタント、ロビーストとして悪名を轟かせていたロジャー・ストーンとも深い関係を持った。ジョン・ゴッティまた不動産王として名を馳せた。 ドナルド・トランプといった富裕層の有名人のみならず、イタリア系アメリカ人マフィアのボスのジョン・ゴッティオも顧客に持ち、ロールス・ロイスを乗り回すなど、さらに悪名をとどろかせることになる。1970年代以降、コーンは偽証や承認脅迫などの容疑で3回起訴されたが、いずれも無罪となった。しかし1980年代に顧客の資産の横領や、 顧客の遺言の改ざん強要といった非倫理的行為が弁護士会の追求を受け、1986年7月に放送資格を剥奪された。さらにその1ヶ月後にコーンは後天性免疫不全症候群による併発症で死亡した。コーンはエイズと言われていたが、死ぬまで自分の病気は肝臓癌だと言い張っていた。コーンは隠れた同性愛者でもあったが、 表向きは、自らがゲイであることを否定し、同性愛者の権利拡張に反対した。同性愛者は教職に就くべきでないと語ったこともある。証人や被告人に対しては、同性愛者であることを暴露されたくなければ、法廷で検察に有利な証言をせようと圧力を行使することもあった。ロイコーンの劇的な生涯は、1992年のテレビ映画、市民抗議』や、 トニー・クシュナー作の舞台、エンジェル・スイン、アメリカなどで取り上げられている。なお、2003年にテレビ映画化された、エンジェル・スイン・アメリカは、第56回エミー賞のミニシリーズ、テレビ映画部門で、作品賞など11部門、第61回ゴールデングローブ賞のミニシリーズ、テレビ映画作品賞など5部門を受賞した。ありがとうございます。